千葉県市川市、浦安市、船橋市、柏市田中地区を管内に置く農業協同組合 JA 市川の野菜や果物の魅力をたっぷりとご紹介する地場さん。おはよう、今井特派員。 JA 市川理事長の今野です。いよいよ梨のシーズンが到来しました。中でも市川の梨は200年以上も歴史があり、美濃の国から大根に枝を刺してここ市川まで持ってきたと言われております。そこで今回、今井特派員の指令だが、市川の梨の魅力はもちろんのこと、今年6月に降った氷での被害状況についても調査してほしい。最初の任務なので心して調査に取り掛かるように成功を祈ります。はい、今度理事長、しっかりと初調査してまいります。さて、私は今日ですね、市川市の大町に来ております。私が初調査するのはこちら、ご覧ください。板橋園さんです。ね、一面こうやって農園が広がっています。私の頭上、頭の上すぐにも、ほら見て見て見て、綺麗な梨がなっていますよ。美味しそうですね。それでは早速板橋さんにお話伺ってみたいと思います。板橋さん、こんにちは。こんにちは。初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、私実は梨が大好きなんです。ありがとうございますしかもあの梨農園さんに伺うのが実は今日が人生で初めて で、 あ、そうです。とっても楽しみにしてきました。はい、板橋さんはこちらでどのくらいの種類の梨を育ててらっしゃるんですか？今が収穫最中の香水、香水、その次に豊水、豊水、秋月、秋月、香り、香り、新高、新高ですね。5種類ですね。あ、すごい、はい、5種類も。ちなみに今の時期ですと、はい、どの品種が旬なんでしょうか？一番最初に取れる香水が、香水、はい。なるほど。まあね、こう同じ季節でもさまざまなこう品種が楽しめますもんね。はい、いや本当に市川の梨ってもう千葉県ならずとも、もう全国で有名だと思うんですけれども、はい、そんな市川の梨をこう育ててらっしゃる板橋さん、こう梨に対する こだわりというか、こういうところに力を入れて栽培しているよというポイントがあればぜひ教えてください。肥料に関しては有機質の肥料を中心として使用していますね。はい、こう美味しく新鮮な梨を皆さんにお届けするために工夫されていることとかはあります？はい、朝収穫したものをその日のうちに出荷するように。うん、なるほど。そしてですね、今年6月市川市は氷の被害があったと思うんですけれども、どうでしょうか、板橋園さんでは被害というのは影響はありましたか？ゼロではないんですけど、うん、幸いにもうちの方はそんな被害はなくて。よかったです。あの他の地域の農家の仲間の方とかもいらっしゃると思うんですけど、はい、他の方だとどうでしょうか？そうですね、ひどいところもありまして、一概にうちだけが被害を受けなかったというのは喜べないような状況ですね。そうですよね。はい、市川市だとどの地区がひどかったとかはあるんですか？柏井地区といって中山競馬場のちょっと南よりかな、その辺がひどかったようには聞いてますけど。はい、でもやっぱりね、皆さんが日々こう我が子のように愛情を込めて向き合って作ってらっしゃる自慢の梨だと思うので、はい、本当にね、美味しい梨が育ってますよね。はい、なるほど。そして皆さん、なんとですよ、今日はね、梨のプロ板橋さんに美味しいこう梨の選び方だったりもぎ取り方について今井隊員は調査したいと思います。板橋さん、素人なので教えていただきたいんですが、こちらが今収穫の、はい、こっち、はい、
最盛期の硬水になります。はい、綺麗な色してますね。これだとちょっと青すぎるのでまだですね。あ、確かにちょっと緑ですね。これだとちょっともう果熟で過ぎてしまってます。赤くなりすぎでですね、はい、ちょうどいいのはこのぐらいの色目なんですけど。確かに色が他の2つと比べると均一というか、はい、ね、綺麗な色してますね。なるほど、このぐらいがじゃあもぎ取るタイミング。そうですね、はい。目にこうどういうふうにもぎ取ったらよろしいでしょうか。この実を持ってもらって、はい、こう回すようにこう上に上げてもらえばポロッと取れます。え、本当ですか、はい、上にですか。どうしよう、人生初挑戦です。理事長見ててくださいちょっとやってみますね、はい、こうやって持って。そうですね、上にですよね、はい、上手ですね。あ、いいですか。あ、取れた。あ、取れました。すごい、結構ずっしり重たいです。でもこの皮の色とかもとっても綺麗で、ずっしりしてますね。人生で初めて自分で取った美味しそうなこの梨、この後早速いただきたいと思います。板橋さん、ありがとうございます。どうぞ召し上がってください楽しみです。さあ、今回は特別に私が取った梨剥いていただきました。見てください、この綺麗な色、透き通るこの白、とっても綺麗ですね。それではいただきます。これもね、調査ですからね。ジューシー、めちゃくちゃ美味しいです。噛んだ瞬間に甘い果汁がぶわーっと広がりました。みずみずしくて甘いですね。ちょっと止まらないですね。うん。おいしい。わあ、夏にぴったりですね。本当に喉が潤います。おいしいです。ということで、市川の梨についてしっかりと調査しました。いやね、本当に。いくつでもいけるぐらい美味しいんですよね。うん、美味しい今井特派員、初めての調査ご苦労様。しかしちょっと梨を食べ過ぎたんじゃないかな。市川の梨の季節がやってきました。市川市で栽培される梨は市川の梨として地域ブランドの商標登録をしています。表被害を受けた梨も味は変わらず販売中。食べて応援よろしくお願いいたします。 JA 市川では甘みの強さとたっぷりの果汁で人気の秋月を抽選で120名様にプレゼントします。市川の梨、ぜひ味わってください。